なんか私はずっとゴルフが好きじゃなくて、その時はもう本当に悔しかったですし、飲み歩いてたとかっていうのもはい、はい、エプソン所属の横峯さくらです。皆さんこんばんは。皆さんこんばんは、アースセアス株式会社所属の茂木ひろみです。プロになって、今までアマチュアで、ずっとこう試合を転戦してましたが、プロになって、環境などは変化していきましたか？やっぱりプロになって、こう、一番変わったのは、こう、順位で賞金を、こう、稼げるというか、こう、ずっと早く稼ぎたいっていう気持ちが強かったので、賞金を稼げるぞっていう気持ちが強かったのを覚えてますね。なるほど。プロになって最大の目標であった賞金女王を取ったんで、取りましたが、その時の心境はどうでしたか？念願の賞金女王を取った時。2009年の前とか2008年、2007年とかも、そのずっと賞金女王になりたいなっては思ってたんですけど、でもなんかこう、慣れたらいいなぐらいで、なんか強い信念を持ってなかったんですけど、やっぱり2009年に関しては、もう本当に何が何でも なりたい、なってやるっていう気持ちで臨んで、慣れたので、2009年には念願の賞金女王になることができて、すごく嬉しかったっていうのを今でも覚えてます。そうですよね。本当に私も衝撃的だったのが、その何試合でシード取ったんでしたっけ？その推薦候補。はい。4試合。4試合で。はい。3試合か4試合ぐらいで。はい。ね、それすごいですよね。そうですね。今考えると本当にすごかったんだなって思います。そして念願の賞金女王を取った後、その、はい、今目標としていたものを取った後、モチベーションというのは、はい、どんな風に変わったんですか？2010年にも、賞金女王に、2年連続賞金女王になりたいなという気持ちはあったんですけど、やっぱり2009年に賞金女王になれたっていうのが、こう、目標達成したっていうのが、こう、大きくて、なのでちょっと、燃え尽き症候群みたいになってしまいましたね。で、なんかその頃少し、まあ、今までずっとね、小さい頃からゴルフ漬けでやってきて、はい、ね、まあちょっとプライベートの方も、ちょっとなんか聞いた話だと、少し飲み歩いてたとかっていうのもあったんですけど、はい、そうです。この辺はどんな感じだったんですか？プロになって最初の方、なんか横峯さくらとして見られるのがすごく嫌だった時期がありまして、試合の中では横峯さくらとしてこうプレイして見られるっていうことはすごくこう、嬉しかったことだったんですけど、でもなんかプライベートっていう風になるとちょっとなんか、今プライベートだからそっとしておいてほしいなとか、なんかそういう気持ちになってしまった時期がありましたね。そこから、まあモチベーションがね、少し、まあ達成したことによって、まあどうしたらいいかといった時に、アメリカツアーに参戦することになりましたが、そのきっかけはどんなことだったんですか？米ツアーに行く前までは、結構人参をぶら下げながら、こうやっていたっていうのが根本にあって、で、ちょっとゴルフが好きじゃなかったっていうのがありまして、で、あとはその、結婚をしたっていうのが一番参戦するきっかけになったんですけど、もうそのなんか私はずっとゴルフが好きじゃなくて、こう、ゴルフをやってきた中で、こう、主人から、なんかずっとやってきたスポーツで、こう、これだけ成績も出せてるのに、こう、なんかゴルフと向き合わないで、引退というか、やめてしまうのはもったいないんじゃないのみたいな。で、その、主人から、なんか夢あるのみたいな感じで言われた時に、なんかちっちゃい時の夢は、なんかアメリカでプレイしてみたかったかもって言って、そこから、あ、じゃあ挑戦しようよみたいな。じゃあやっぱりご主人との出会いがやっぱりそこであって、はい、いろいろ気持ちがそうやってまた昔の自分を思い出したりとかまた夢に進んでいったんですね、
アメリカツアーに参戦して、どれくらいで優勝できると、はじめ思ってましたか？正直、10試合ぐらい出れば優勝できるんじゃないかなと思っていて、うん、まあ、すごく甘い考えだったなって今思います。でもね、さっきも言っていたように、環境の変化への対応や、プレッシャーにも苦戦したんじゃないですか？はい。日本ツアーからアメリカツアーに行ったので、日本ツアーはもう朝8時から10時までの間に、こう、プレイして、で、ハーフ終わって、ちょっと30分ぐらい休憩があってっていう感じじゃないですか。それが、アメリカツアーは午前後スタートに分かれてて、やっぱりこう、朝は下が湿ってるから、ボールが止まりやすいとか、すごい飛ぶとか、そういう最初の1年目は結構苦戦しましたね。そこから、では、アメリカツアーを攻略するために、取り組んでいったことは、どんなことですか？試行錯誤して、で、こう、なんかどうしてもスイングの方に行っちゃってたんですけど、今までやってきたことを積み重ねていって、その自分に合うコースだったりとか、そういうのが見つかった時にパンっていければいいなっていう感覚でやればよかったんですけど、今思えば。だけど、そうじゃなくて、ああでもない、こうでもないっていう風になっていっちゃいましたね。でもそれってプロゴルファーにとって、やっぱり常に上を目指すことにね、はい、また上行きたいって思うから、そこって結構難しいとこですよね。はい、でも、ね、でも私も本見たんですけど、読んだんですけど、さくらちゃんのね。ありがとうございます。キャンピングカーとか、なんか、購入したり、はい、それは移動のね、はい。最初の1年目は家がなかったので、そのキャンピングカーが家代わりというか、ので、その家がなかったからこそすごく楽しめたっていうのもあって、なんかその週から週に移動するときに、こう、10時間ぐらいかけて、あ、じゃあここ行ってみようかとか、綺麗な景色を見たりとか、ちょっとこう、ネットで調べて、あ、じゃあちょっとここのお店入ってみようかとか、なんかそういうふうにやってましたね。ああ、そうなんですね。それはじゃあ、旦那さんといろいろな思い出もその中で作っていけたんですね。そうですね。はい。では、その1年目の挑戦を終えて、はい。まあ、良かったことはどんなことですか？また、辛かったことはどんなことでしたか？やっぱり良かったことっていうのは、その日本との違いを感じることができて、改めてなんか日本の良さも感じることができたっていうのと、あと辛かったところは、その日本ではもうずっと優勝もできたりとか、こう予選落ちとかもほとんどなかったので、それでこう最初の1年目は3週連続予選落ちとかもすごいあるんですね。記録持ってますよね。101試合予選通過って確か記録持ってますよね、はい、日本ではね。はい。まあ、それがやっぱりアメリカだとね、変わって、それだけ環境でも難しい。はい。でもその分なんかこう引き出しとか、そのゴルフに対しての技の引き出しだったり、はい、芝に対してのいろんなゴルフの引き出しは増えたんじゃないですか？そうですね。まあ、本当にアメリカツアーに行っていろんなことをこう技術の面でもそうですし、あ、こういう攻め方をしたらいいのかとかいうのも学べたので、そこはすごく良かったなと思います。復調のきっかけは先輩の優しさに触れたことだったとか、はい、大山志保さんの話になるんですけど、私がスポットで、日本の試合に出させていただいたときに予選落ちをしまして、でたまたま志保さんも予選落ちをしてしまってご飯を食べる機会をいただいて、でその時にちょっとこう思い切ってちょっと今スイングで悩んでるんですって言って、で志保さんがあ、じゃあもう明日練習場行こうよみたいな感じで誘っていただいて、でそこでもう本当に手取り足取り、
くらい教えていただいたんじゃないかなと思うんですけど、それでもう本当にすごい優しさに触れることができましたし、なんか私ももし若い世代で悩んでいる子がいたら、私も何か伝えられることないかなっていう考えきっかけをいただけたっていうのもその時でしたし、ですね、あと不動優里さんはこう家族ぐるみでお付き合いをさせていただいていて、ラウンドとかも一緒にさせていただいたりとか、あとご飯とかも食べに行ったりしてるんですけど、でもその時にこうなんかこうちょっとした言葉がすごく響いたりして、その中でこうアドバイスをいただけたことによって、なんか前を向いて、こんなにレジェンドな人なのにこういうハングリーさでやってるんだとか感じましたね。じゃあそういう経験から先輩の優しさ、はい、人とのつながりが力になって、ゴルフのモチベーションも高くなって、今までそれまでつけたことがなかったコーチをつけるきっかけになったんですよね、はい、それはどうでしたか？その時はもう本当に成績出したいし、優勝したい、モチベーションもすごいあるの、今ももちろんあるんですけど、あったので、そのなんかこうもうスイングはもう変わってもいいから成績を出したいが先になってしまって、それでこう今までスイングっていうことに関しては自分で試行錯誤やってきたものを初めてコーチをつけて、でその結構トッププロのコーチをつけて、でそれでなんかこうなんていうんですかね、あまり良くなくて私に合わないと思って4ヶ月で辞めてしまったんですけど、でもまあ相性とかありますもんね。そうですね、相性が合わなかったですね、はい。でもそうやって本当にこうアメリカ行ってからまたさらに新しいことにどんどんチャレンジしてるんですね。そうですね、チャレンジしちゃいましたになっちゃいますけど、今思うとすごいこうその時はもう本当に悔しかったですし、もうや習わなければよかったと思いますけど、でもなんかその経験があるからジュニア育成とかってなった時にはこう自分の軸を持ってしっかりやりたいなって思いました。そのキッズで子どもたちにゴルフを教えているそうですが、子どもたちに教えている中で気をつけていることとかはありますか？2017年に学んだ、その、なんていうんですか、コーチに習って、スイングを変えられて、こう、自分のフィーリングもなくなってしまったっていうのがあったので、スイングは教えたくないなっていうのを、教えないっていう軸にやっていけたらいいかなと思ってまして、その子に合った才能を、こう、伸ばしてあげられるようなサポートを、していきたいなとは思ってます。スイングだけじゃなくて、そのね、コースマネジメントだったり、いろいろゴルフがありますもんね、はい、横峯さんは結婚したらゴルフをやめると決めていたそうですが、旦那さんと一緒にアメリカツアーを回り、先日も妊娠7ヶ月でしたっけ、で試合に出場しましたよね。まずは今現在そうやって共に戦っている旦那さんの存在について教えてください。そうですね、やっぱり同じ目標に向かってこう人生を一緒に作っていけるっていう存在であり、本当にこれからは家族3人になるので、これからも楽しみですし、とても大切な存在ですね。この間、TOTO クラシックでしたっけ、はい、試合に出場されてましたけども、どんな感じでしたか、出てみて。そうですね、もっとこう、頑張りたかったですし、なんかこう、やっぱりクラブの調整もキャロウェイさんにしていただいたりして、やっぱり妊娠したことによって、ドライバーのキャリーも20ヤードぐらい落ちて、で、アイアンも、距離が落ちてっていう形で、でもこう、
キャロウェイさんがいろいろ調整していただいたことによって、こう、戦えるまでいったなと思ったんですけど、やっぱり試合になると、すごい難しくて、なので、こう、思うような成績は出せなかったんですけど、でもこう、その、お腹が大きい中でプレーできた、3日間も無事に終えたっていうことは、私にとってはすごく、良かったかなと思います。クラブは具体的にちょっと軽めにしたんですか？柔らかく軽めにしたんですか？シャフトとか。そうですね。クラブは、ドライバーは、結局、その妊娠前と変わらなかったんですけど、アイアンはもうガラッと変えて、マーベリックを使ってたんですけど、違うものに全部変えました。やっぱそれは、ちょっとこう、振りづらくなりますもんね、お腹が大きいとね。そうですね。うん、はい。なんかこう、試合を戦ってて、態度とかは感じてましたか？感じました。はい。どんな瞬間でしたか？その時は。どういう時でした？パターを打つ時もそうでしたし、ショットを打つ時もそうでしたし。うん。はい、結構、フィードバックとか、切り返しとか、はい、そういう時も動いたりしてましたか？そうですね。ああ、動き始めた、みたいなところもありましたね。ね、なんか話聞いたら男の子みたいですもんね。そうです。はい。なんか自分もきっともうプレイしたいんでしょうね、一緒にね。ゴルフをね。そうですね。なんか一緒にプレイしてるのかなって思いました。なんかうずうずしてるんでしょうね、お腹の中でね。そういう、これからね、旦那さん。はい。そして赤ちゃんと3人になりますけれども、横峯選手にとって家族とはどんな存在ですか？家族とは、そうですね。まあ、本当にこう、ゴルフっていうものに対して、こう、一緒に目標に向かっていって、こう、人生を作っていくっていうところで、こう、欠かせない存在というか、なので、こう、一緒に人生を作っていく中のゴルフなので、そうですね、なんか大切な存在なんじゃないかなと思いますね。はい。これまでのゴルフを通して得たものというのは、はい、得たものは、そうですね、やっぱりいろんな人のつながりだったり、いい時も悪い時も、粘り強く、なんかも、物事に取り組むことによって、状況を変えていけるっていうことをゴルフを通して学んだかなと思いますね。復帰は、来年ですか、はい、それとも様子を見ながら徐々に決めていく感じですか？の復帰のめどとしては9月頃を予定しているんですけれども、でもなるべく早く復帰したいという気持ちが、試合に出たいっていう気持ちが強いので、体と相談しながら無理をせずに焦らずに、なるべく早く復帰したいです。あ、はい、そうですね。日本のツアーも来年出場する意思というか、はい、気持ちはありますか？はい、ツアーも、何試合かプレイして、で、その後にアメリカツアーで、何試合かプレイできたら嬉しいなと思ってます。アメリカツアーはね、充実、いろいろ託児所とかしてるみたいですけど、日本もね、横峯選手が先導を切ってもらって、いろいろな環境がまたね、整ってきて、ね、そうですね。はい。できるように頑張ります。楽しみにしています。